はい、GT、どうもサグワです。ついに始まりますサグワ飯というわけで、ついに始まりましたサグワ飯なんですけど、はい、本気出してキッチンに立って料理をしていく、まあ、動画でございます、はい、というわけで第1回ゲストはジプシーさんです。ありがとうございます。はい、僕がねめちゃめちゃ行ってる、焼肉屋さんホルモン北野の、オーナーですね。はい、というわけで今回はですね、なんと、こうキッチンの動画を撮りたいということで、はい、スポンサーがついておりますエクスプレス VPN。 日本国内でネットフリックスでジブリが見れるようになるために僕たちが使っている裏技を今回は紹介します。それが今回のスポンサーのエクスプレス VPN です。実はネットフリックスやディズニープラスなどの動画配信サービスは国ごとに視聴できる映画やドラマが異なることを知っていますか？エクスプレス VPN を使用してワンタップでインターネット上のロケーションを変更するだけで、まるで他の国にいるかのように他の国限定の映画やドラマが視聴可能になります。例えば日本のネットフリックスではジブリ作品は視聴できません。でもイギリスや韓国のネットフリックスでは視聴可能です。100カ国以上からサーバーを選べるから、こんな感じで国を選択して真ん中のボタンを押して接続、ネットフリックスを開けば見れなかった映画が見れるようになります。他にもイタリアでは君の名は、韓国ではリーガルハイなども見れます。一つのアカウントで8台まで同時接続が可能だから、スマホやパソコン、スマート TV など様々なデバイスで楽しめます。その他にもオンライン上のセキュリティを高めるためにもエクスプレス VPN を使用しています。スマホや通信データをセーブするためにカフェやショッピングモールなどでフリー Wi-Fi を使うことも結構あるけど、実は同じ Wi-Fi に接続している人は誰でも簡単に口座情報やいろんなパスワード、SNS のログイン情報を盗まれる可能性があります。Express VPN はデバイスとインターネットの間に安全で暗号化されたトンネルのようなものを作るから、他の人が自分の個人情報を覗き見したり盗んだりすることはほとんど不可能にします。今なら概要欄の僕らのリンクから3ヶ月以上無料になるキャンペーンを実施中。多くの映画を楽しんだりネット上のセキュリティを向上させたい人におすすめです。はい、はい、というわけでこのサービスを使えばですね、ジブリだったりとか宮崎駿さんの、動画が見れます。で今回はですね、それにちなんで、宮崎駿さんが作ったルパンの作品があるんですけど、はい、カリオストロの城に出てくる、ミートボールスパゲッティをオーダーしました、はい、というわけでさすがに焼肉屋さんなんで、お肉を、はい、美味しいのを作れるかなというわけで、はい、本気で作りたいと思います。よろしくお願いします。でですね、エプロン用意しました、はいはい、2つ用意するはずだったんですけど1つしかないんで、はい、僕が来ます。あ、了解です、はい、はい、というわけでやっていきましょう、はい、お願いします。お願いします。というわけで早速作っていきましょう。いきましょう。お願いします。お願いします。何からですか？まずはミートボールから。まずミートボールから。はい、はい、もうやっちゃっていいですか？はい、お願いします。ニンニクです。はい、ニンニク。パセリとローズマリーです。はい。今回は合いびき肉を行きました。ありがとうございます。いや、急に誘いましたからね、本当に。はい、撮影、決まった10分後に電話したんで、はい、これやりたいと思って10分後に電話して、2つ返事で OK してくれたんでね、はい、ありがとうございます。寝起きで何言われたか分かんないぐらいな感じで。やる。ニンニクを、はい、600いきます。600いきましょう、はい、ホルモン屋さん始めて何年なんですか？ジプシーさん今12年経って。12年もやってるんですね。らしいんですよ。らしい。自分でも。 ちなみに俺も動画12年ですね。お同じですね。いや、俺ホルモン来たのめちゃめちゃ言ってた。俺今年は MVP 逃してるんですけど、去年は MVP ですよ。確実に。多分それぐらい、もう去年は2週間に1回は絶対行ってたっすね。そのぐらいのペースで。だから2年行ってましたよ。ホルモン来たの絶対危ないもん入ってるって。何か入れてんじゃないですか。ちょっとだけ。ちょっとだけ。ニンニク、はい、いきます。ここは作業はやんなくていいですか。いや、やります。ジプシーって名前は何が由来なんですか。もともとラップをやってまして、はいはいはい、その時の MC の名前がジプシーなんです。じゃあ本名は全然関係ないんですね。作業みたいなもんだ。まあそういうことになります。はい。クラッシュしました。はい、ぶち込んでください。じゃあどんどんいっちゃっていいですか。はい。
それを60いきます。でパン粉が60いきます。60ういはい、じゃあ混ぜればいいですね。混ぜてください。はい、で塩コショウ、塩コショウ、で粉チーズ。本当は3日かけて買いに行ったのに忘れました、はい、めちゃめちゃこだわりの粉チーズを、はい、粉チーズをもうこの段階で入れちゃうんですね。入れちゃうんですよ。結構力いる。いや、いい匂いするな。もうすでに。そう、パセリとローズマリーが効くのがこれね。そうなんですよ。やっぱ得意料理にしていかないとダメなんでね、ここで習ったものは。じゃあ後日作ると。はい、作りますね。なるほど。いきり散らかしてやります。よっしゃ。どうすか。いいんだと思います。いいんだと思います。そのぐらいでいきましょう。あ、いい。はい。そしたらもうそのままいきます。あ、このままいきますか。ボール作っていくんですね。2センチぐらいの大きさに。はい。一緒にやりましょうか。はい、これお願いします。はい、これをこのぐらいの大きさに。空気を抜きつつ切る。おお、いいっすね。でかいかな。まあ大丈夫。まあまあ大丈夫っすよね。まあもともと俺農業高校だったんでパン作ってたんで得意っすよ。これ工業高校でパン作るの？農業高校っすね。あ、農業高校。自分あの高校3年間全部違うんで、うん、1年生の時は農業高校で、うん、2個目の高校が映像の学校行って、うん、3個目は通信になりました。なるほど。でその時映像の学校行ってる時はまだ YouTuber 全然流行ってないんですよ、世間で。っていうちょいちょい YouTube の雑誌と か,、うん、なんかこう収録みたいなのが増えてきて、外の仕事が、うん、映像の学校はもともと芸能の学校みたいな感じで、オーディションとか本当は単位もらえるはずなんですけど、うん、YouTube 認められなかったんですよ、ね。でそれで卒業できなくて通信行ったんですよ。なるほど。けど今その学校には YouTube 化がありますえぐくないですか。元祖はい、いや先行きすぎちゃったんですねジプシさんは中卒ですか？こう見えて、はい、何だと思います？中卒で一応大学出てるんです大学行ってるのかめちゃめちゃ失礼なこと言ってるやつだ俺。できました。おっしゃ、うわ、もううまそう、はい、これを冷蔵庫で冷やします。はい、じゃあ冷蔵庫お願いします。はい、はい、したらトマトソースの方へ。トマトソース、じゃあ次はトマトソースを作っていきます。はい、野菜を切っていきましょう。はい、みじん切りです。ちょっと逆にみじん切り見せてもらってもいいですか。みじん切りむずくないですか、玉ねぎのみじん切り。むずいかな。ちょっとこれ洗おうか、はい、こんな形で料理することがないから緊張します。変な雰囲気。早いっすね、やっぱ。はい、もう任せた方が早いっすね。頑張りますはい、というわけで炒めていきます。はい、にんにくと玉ねぎを。もうだってこの時点でいい匂いするよ。まだ材料加えるんでこっちは切ります。はい、後でミキサーにかけちゃうんで。あ、これを。これを。あ、そうなんですよ。今日なんかトマトソース市販の買うか作るかどっちがいいかって言われたんで、はい、作りますって言っときました。ハードルを上げられたんで、またこれを入れたら風味が一気に変わると思うんで、はい、入れてっちゃいます。じゃあセロリとニンジンも入れていきます。適量。はい、適量。はい、感覚でと入れちゃいます。いやけど大事っすよね、ミートボールは。ミートボールもそうだし、こっちのソース側にも、ハーブが効いてた方がちょっと匂い変わったでしょ。本当だ、いい、まあ、腹減ったかこれはコンソメを本当は使うんだけど、これはもうこれ無添加。おお、いいっすね。結局出汁だったら何でもいい、何でもいいって俺は思ってるタイプなんで、もう目分量です。ジプシーさん的、はい、何にでも合うこの調味料最強みたいな。マヨネーズマヨネーズなんですね。マヨネーズっていうね。だいぶしんなりしてきたら、はい、してきました。トマト缶を。はい、トマト缶。どぼ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 で、また少し煮詰める感じで、はい、ここまでできたら、はい、じゃあグイーンとやります。ミキシング。はい、届きますかね。届かないですね。じゃあこっちから行きましょう。はい、いいですか。はい、すごいクリーミーになりました。はい、人参とかも入ってるんで、はい、ちょっと色が変わります。いいですか、これ入れます。
いい感じですか。いい感じですね。いいです。うわっ、うまそうこれぐらいカリカリでいいっぽいですよ。そんぐらいがベストです。麺入れます。入れます。うわー、やばい、すげー量だな。バター入れます。はい、もうデカバター。はい、でチーズちょっと取ります。乳化させる感じなんで、さすがにこの量は作ったことないので、ね、パスタでまかないとか作ると一人前とかの量が分かんなくて。そうですよねやばい量だね。やばい量っすね、うん、ごめん、いきましょう。いっちゃおう。うわうわうわ、いけるかえぐい、すごいね、量がえぐいはい、でミートボールです。じゃあミートボール盛り付けていきます。はい、手に一列ポンっていってごらん。お、見た目バッチリっすね。はい、映画のだとでもなんか両サイドにあったね。そうですね、この両サイドもいっときますか。前側もよし、で、はい、パセリを散らしてもらって、はい、はい、仕上げパセリ。仕上げパセリ、おお、見たことあるそれ全然また当たってないまんべんなく、はい、っぽいよね。ぽいっすねはい、完成完成しました。はい、というわけで完成しました。完成です。回った方がかっこいいかなと思って回しておきました。回ってますね、はい、いつもより多めに、はい、回しておきます。はい、というわけで実食、よし、いただきましょう。いっちゃってください。はい、じゃあもう自分の分取っちゃっていいですよ。あ、 OK です。はい、いいっすね、デカ麺デカパスタじゃあこれぐらいちょっと一旦ね、一旦、はい、いいっすか。はい、取りましょう。もうどんどん食べちゃってください。よっしゃ、じゃあいただきます。じゃあミートボールいっちゃいますね。いっちゃいましょう。うん、おいしいですか。うまいっすわ。これ気づいたらミートボール無心で食べちゃうタイプだ。うん、うん、うわ、マジで米いけるわこのミートボールだけで。じゃあパスタいきます。いいっすねこの太麺が。太麺、うん、めちゃめちゃうまいぞ。いいっすね、このスパイスがちょっと効いてるっていうか、うん、ハーブ系が、うん、前振ったね、うん、コツは、コツ、気をつけるところ教えてください。ミートボールの焼き加減ですかね。そ、焼き加減、あんまやっぱでかすぎると火が通りづらいから、うんうん、いろんな野菜入れてトマトソース作った方が味に深みが出るっていう感覚はあると思うんで、好きなも入れてくださいっていう。うまっ、めちゃめちゃうまいっすわ。はい、これちょっとドヤ顔で家でかましますわ。ぜひ。はい、というわけで今回の第1回ゲストはジプシさんでした。はい、ぜひ皆さんも、ホルモン来たのも行ってみてください。というわけで、またね、サグア飯、やりたいと思いますので楽しみにしててください。というわけでまた動画撮りたいと思います。バイバーイ。